こんにちは、やっほー、シュナタンです。ということで、今私は韓国に来ております。またっていうね、そう、先月の初めにも韓国来て、今月また韓国に来ました。嬉しい、本当に。今回は2泊3日なんですけど、マルディーネクルディさんにご招待いただいて、ちょっと新しい店舗があって、そこによかったら来ませんかっていう風にご招待いただいて、その新しい店舗に行ったりとか、まあ、あとはなんかグルメ系とかもいろいろ行こうかなって思ってます。まあ、ショッピングだったりカフェとかももちろん行きたいし、ちょっとまあ観光しつつ、今回も Vlog を撮ろうかなと思っております。マジで楽しみ。でもね、ちょっと今日韓国天気が悪くてですね、今多分梅雨の時期なのかな、少し天気が悪くて、結構今日も曇りで割とこう白い感じで、それで今ホテルにいるんだけど、ここがね、ロッテホテルワールドっていう、ロッテモールとかももう全部直結してるチャムシル駅っていうところにあるホテルなんですけど、マジで超いいの。ビューはまあこんな感じで、超都会って感じで、で部屋も超良くて、すごい綺麗で広くて、ちょっと一旦ルームツアーします。まず入るとこんな感じで、まっすぐ行くとここにベッドルームがあります。めっちゃテレビも大きいで、ここもすごい広々しててめちゃくちゃいい。ハンガーラックっていうのかな、もうめっちゃ広くて超いっぱいかけられる。こんな感じで全身鏡もあります。でここもクローゼットにはスリッパとかバスローブがあります。で、バスルームがマジヤバくて、こんな感じなんだけど、ヤバくない？超かわいい。なんかセレブになった気分だわめっちゃ綺麗です、水回りも。こっちがお風呂なんですけど、お風呂もめちゃくちゃいい感じ。こっちのね、ベッドルームに繋がってるんですよ、ここがガラスで。まあ、ざっとこんな感じのホテルに今回は泊まります。朝飛行機東京から来て着いて、一旦ちょっとまあチェックインまで時間があったので、こっからまあ10分15分ぐらいかな、ソンスに一回行って、さっきちょっとカフェ入って一休憩して、で今ホテル戻ってきて、この通りもすっぴんなので、今からちょっとメイクをして用意して、でこっからもうほんとすぐっていうか、つながってるのかな、ロッテモールの中にマルディの新しい店舗があるので、今からメイクして準備をしていきたいと思います。ゆっくりしてる時間もないので、早速やっていきます。私鏡忘れてきた、持ってこようと思ったのにな、持ってきてないっけ。ちなみに今からの予定なんですけど、今がね5時ぐらいかな、で、まあ、6時ぐらいに夜ご飯を食べようってなってて、なんか近くのポッサム屋さん、そう、私ポッサムを前回の韓国旅行で食べそびれたんですよ。すごい食べたかったんだけど、行く時がなくて食べられなくて、今回こそはと思って、なんかホテルの近くに美味しそうなとこ見つけたので、そこで食べようかなって思ってます。ちなみに今回は事務所のあのマネージャーさんと、同じ事務所のももほちゃんっていう子と一緒に来てます。そう、3人、女子3人旅なんですけど、だからみんなで夜ご飯一緒に食べようって言って、そのポッサム料理屋さんにみんなで行きます。6時には出たいんだよね、今が5時10分だから、まあ50分あったらいけるか。今日のリップはじゃん、こちらにしようかなって思ってる、ケイトのリップモンスターの EX1 番、ちょっと深み赤系、そう、髪の毛グリーンにして、こういった深み赤系が絶対可愛い気がする。うん、いい感じ、可愛い。よし、メイクこんな感じなんだけど、そう、着替えようと思いまして、今これめっちゃあのフライトのラフ着なので着替えようと思います。で、じゃん、マルディさんにお洋服をいただきまして、ありがとうございます。めっちゃ可愛いんですよね。じゃん、こんな感じでたくさんあります。今日はやっぱこのマルディって言ったらの、このプリントがされた T シャツ、でブルーでめっちゃ可愛いのよ、ブルーに赤で、これにこんなね手ぶら柄の
カートなんですけど、これも超可愛くて、これを合わせようと思う。絶対可愛くない？可愛い、いい感じ。このスカートもなんか素材が割と薄めっていうか、サラッとしてて夏でも着やすい感じ。この赤と赤がマッチしてる。ちょっと水色のアイラインを付け足そうかなと思って。どうしようかな、内側にやろうかな、二重の。こんな感じでちょっと内側に入れてみたけど、どうだろう、いい感じかしら。ちょっとパパッと髪の毛あります。はい、もう時間がないの私には。お前だけちょっと軽く外にやる。ちなみにこのホテルは日本のコンセントもちゃんとありました。雨で湿気がやばいから全然取れそう。思っても、この前レイヤーを入れてもらったからね、髪の毛が可愛いんです。今レイヤーやるとマジで可愛い。勝手に雰囲気出るから楽だし、一日泣いても雨で取れちゃうから適当にやっときます。それっぽくメイクもいい感じにできた。グッド。ということでこんな感じで準備完了したので、今から行ってきます。向かいます。レッツゴー。ご飯を食べに来ました。面白いですね。モホちゃんの YouTube も知ってます。この三脚はやばい。したことないですか？ Vlog で見たことない三脚。私いつもこれですよ。全然映んない。飛んじゃってるわ。萌えさんです。名前は大丈夫ですか？あ、じゃあ全然私の名前あ、言ってる。あ、そうなんだ。萌えさん、あ、ちょっとあ、向かないでください。そうなんです。イラスト大変。イラスト大変。ありがとうございます。組が全然違うんですよね。私ちょっとオレンジ、でもこっちが多分本当にいる。なんかすごい白く見える。何やりました？私エゴマ、エゴマ食べられない。私もエゴマ好きだな。苦手な人多いよね。最初シソだと思って食べたんですよ。そしたらもうくったくて。何が違うんだろうね。噛めないですよ。噛めない。分厚い感というか。何やろう。噛み切れないけど。口触りが悪い。ザラザラしてなんか食べ物じゃない感じがめちゃめちゃ言う。すごい。言ってよ。食べなさい。食べなさい。映えじゃん。待ってくれ。でもまだまだまだ来ますよね。そうだよ。やばい。いただきます。いただきます。美味しそう。食べなきゃ。すぎだ。とてもすぎだ。あ、すぎる。わー、ボリューミー。てんじゃんこ、てんじゃんこ味噌汁みたいな。こっちだよ、いつも。うん、どうしたんだよ。おいしいじゃん。三種のお皿。何人分？マジで。いや、まだ来るか。え、あと餃子とチヂミ。チヂミ。やばい。でも夜中までっていうのを考えたら夜中に備えます。お昼よ。結構早めにしっかり食わないと。うん、おいしい。ご飯めっちゃピンクだね。グルメ系っぽくない？急にグルメ系 YouTuber に。昼ご飯を食べ終わりました。お腹がパンパンです。パンパンですね。本当に頼みすぎてしまいました。でもすごい美味しくて、お店の人もマジでいい人たちで、みんな行ってください。ぜひ。何が美味しかったですか？一番ポッサム。あ、でも確かに柔らかかった。初ポッサム。
私も初ポッサムかも。なんか本当は行きたいところがあったんですけど、そこがまさかの日曜日休みで、今日は日曜日なので丸かぶりで行けませんでした。で、今からはマルディのロッテワールドモール店へ行ってきたいと思います。楽しみ。ということでマルディに来ました。めちゃめちゃ広いです。なんか前回私ハンナムのお店の前を通ったんですけど、その時めっちゃ並んでて、それで私もちょっと断念したんですけど、その時はなんかこっちの方がお店が広いらしくて、で置いてるものもハンナムだと T シャツ類とかしかないけど、こっちのお店はデニム系とかスーツのセットアップとか、こういうなんていうのシャツワンピースとかもあって、一番品数も多いみたいです。かわいい、私この格好欲しい。このワンピめっちゃかわいい。マルディ行ってからちょっといろいろブラブラして、その後ポンデムのちょっとしたカフェ行きたいって、その後のニューニューとか行ってきたんですけど、今帰ってきて12時ぐらいです。ちなみに私は1個めっちゃかわいいものをゲットしました。いけーかわいくね。私結構水筒持ち歩くんですけど、こんな1リットル入る水筒をゲットしちゃいました。めっちゃ色々かわいくて、明日は朝からモーニングに行って、その後またマルディの別の店舗にお邪魔して、でその後も古いやんで、明日もすごい楽しみ。今日はフライトの力とかもあるので、今お湯を溜めてます。今日はお湯の光を使って進もうと思います。おはようございます。2日目、今日は雨は降ってなさそうかな、まあ、ちょっと曇りではあるんですけど、このまま曇りでいてくれたら嬉しい。ちなみにもう準備は完了しました。ちょっと前髪を久しぶりに下ろしてみたんですけど、結構伸びてて結構長いで、今日はメイクはこんな感じで、青のキラキラのシャドウを目尻に合わせました。このねスカートがブルーなのでこれに合わせてます。そして髪の毛はこんな感じ。三つ編みをたくさん作りました。今からは9時半に朝モーニング行こうっていう話をしていたので、今からまあイテウォンの方かな、ハンナムとかイテウォンの方に向かってモーニングしたいと思います。ということでレイツー行きましょう。レッツゴー。韓
駅に着きました。こっからちょっとイテウォンの方に向かいながらモーニングできそうなカフェを探します。本当にあのセミがうるさすぎて聞こえてるかな私の声。韓国でもこんなにセミがいるとは。ちなみに今日も結構湿度がやばくて割とジメッとしてます。でも風はあって日もそんなにないからまだ頑張れる感じで、まあ、とりあえずカフェ探したいと思います。今日もお二人と一緒です。もちろんかわいい。みんな今日白い。マルディのここはハンナム店1号店です。ここは昨日の店舗とは違ってなんか T シャツとかがあるかも。かわいい T シャツこんな感じ。でもグラデーションめっちゃかわいい。この色合いも超かわいい。あ、ミニティーもかわいい。ミニティで今ホンデに来ました。ちょっとカフェでさっき一回休憩して、どんだけカフェ行くねんって感じだけど、一回カフェで休憩して夜ご飯まではちょっと一旦自由行動にしようって言って、みんなバラバラでそれぞれまあ時間を潰すっていうか行きたいところ行こうって話になって、私はホンデのヴィンテージショップとか、あとなんか一個すごい可愛さそうな、行ったことないから分かんないんだけど可愛さそうな雑貨本屋さんかながあったので、ちょっとそこに行ってみようかなって思います。今からで、その後私ちょっと今回前回あの美容系が何もできなかったので、でも韓国来たからにはちょっと美容系もやりたいなと思って今回ちょっと予約したので、そこにも後で行って、まあ、まだ、ね、やるものは決めてはないんですけど相談しながら決めようかなって思います。一旦その本屋さんに向かいたいと思います。なんか多分結構ガチでブックカフェみたいな感じだったかも。カフェがあったので、あのカフェでもすごい雰囲気良かったからあそこ行くのはありだなって思いました。トーンは多分もうほとんど韓国語とかで私は読めないので、なんかカフェ目的で行くのがいいかもって感じでした。
っていうところで指導を受けてきたんですけど、なんか本当は首筋と肩の音と、あとはあの巻きの汗のボトックスとを受ける予定だったんですけど、その院の先生に相談したのと、あとはまあ予算をちょっと考えて、結局シュリンクっていう二重顎とかフェイスラインとか、あと首もできるんですけど、こうちょっとこうリフトアップするやつと、肩のボトックスはやった方がいいって言われたので、まあ、それやって、であとまあ脇の脇汗をこう抑えてくれるやつはもともとやりたかったので、それをやってきました。で、ね、予想以上になんか麻酔塗ってくれたんですよ。フェイスラインと首と脇は麻酔塗ってくれたんですけど、結構ねどの手術もちょい痛でした。でも一応なんか大丈夫とかOK とか言ってくれながらやってくれたので、そんなに耐えられないほどではなかったんですけど、でもちょっと痛かった。で今もちょっとフェイスラインはね麻酔が効いてて、ちょっとだけなんか感覚があんまりないんですけど、でも前回来た時は美容系ができなかったので、えっ、外見えました、すごい近いので、見てて急がないとと思って、どっからどこで話終わったか分かんなくなっちゃった。でマジで何話してました、私忘れちゃった、ま、とりあえず今から夜ご飯に向かいたいと思います。ジャージャー麺が美味しいお店に今から行きます。ちなみにカンナム駅に来ました。私初めてカンナム来たんですけど、電車もめっちゃ人降りたし、駅も人がすごい、さすがって感じで。じゃあ2日目の夜ご飯を食べていきたいと思います。一生混ざってくれない。これ、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 美味しい。美味しい。箸バカじゃないですか。箸バカじゃないですか。しかも重い。意味に。握力やばい。死んじゃう。暑いから。暑いですね。でもワッフル食べたいね。みなさん。ということでホテルに戻ってきました。まだ10時前なんですけど、ちょっと今日はみんなお疲れモードちゃんで、ちょっと早めに切り上げて、まあ、明日最終日っていうか、まあ、明日帰るので、それに備えてしれっとアイス持ってるなって思ってるかもしれないんですけど、さっきこのホテルの中に2階にセブンがあって、そこでちょっと買ってきたんですよ、このマンゴーアイス、こんなやつで。なんかちょっと我慢できなくて食べちゃったんですけども、帰ってくる時になんかマンゴージェリーが入ってるマンゴーアイスみたいな感じで、そのさっきジャージャー麺食べたからちょっとこってり系だったからさっぱり系がいいなと思ってこのマンゴーアイス買ったんですけど、めちゃくちゃ甘かっためっちゃ甘い。味は本当美味しいんだけど、めちゃくちゃ甘い。多分この周りがねなんかチョコみたいなのになっててカリッてするんだよね。中はまあ確かにって感じだけど、なんかもうちょいご飯がさっぱり系だったらちょうどよかったかも。あ、マジでゼリーが入ってるわ。もうなんかグミみたいなのが中に入ってました。すごっ。で、多分私 J フィールっていうクリニック行ってからどこまで話したっけな。すごいもう本当飛んじゃったんですよ。びっくりすぎて。なんか私がこう遅れてあの二人に合流しようと思って急いでお店向かってたら、まだその駅の中にいたらしくて、で私がこうやってこう撮りながらめっちゃもう超早歩きで行ってるのを
多分 見つけたっぽくてバーって来てびっくりしたんですよマジで。で何話したかめっちゃ忘れちゃったんですけど、でもなんか脇の話をしてたような気もしなくもなくて、そう脇のその汗止めるやつの注射もしたんですけど、あの終わってからすぐ1時間ぐらいはちょっとこうなんかその打ったところがポコポコポコってなってたんですけど、今はもう全然そんな目立たないかな。でまあなんか終わった後薬みたいなの塗ってくれて、あとあざができた時のようなやつと痒くなったりとか腫れた時とかな、なんかクリームをね2種類ぐらいもらって症状出たら使ってくださいみたいな感じでくれました。脇が一番痛かったかな、本当にもうなんかこの注射器をこうまあ脇にプス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 刺していってちょっとずつ入れてくるんですけど、なんかね注射器1本で終わると思ったら2本目いったんですね。まだあんのと思って、片方で2本目終わって、あもうさすがに終わったかなと思ったらもう1本また来て、なんかもう痛すぎて、結構私、まあ、そんな痛いの苦手じゃない方だと思うんですけど痛くてめっちゃで、3本目終わってはい終わりですって言われるかなと思ったらまさかの4本目まで行って、でまあ4本で終わったかな結局。まだそんな効果はすぐ多分出ないから分かんないんですけど、まあ、本当私脇汗やばくて最近めっちゃ悩んでたんですよ。本当に夏今の時期タンクトップ着てるとやっぱこう吸わないじゃないですか、だから逆にこう汗染みは気にならないんですけど、本当汗が垂れてくるレベルでやばくて、普通にこう歩いてたらなんかツーって使っていくなって思ったら脇汗がこう肘のところまで来てみたいな、ほんとそんぐらいやばくてすごい悩みだったから、まあ、ちょっと一回やってみようかなと思ってずっと気になってたので、なんかこの機会に一緒にやってみようと思ってやりました。また効果はまあなんか他の動画とかで伝えられたらいいなって思うけど、でもなんか稀にこう他の部分がよりこう汗が出るみたいなこともあるらしい、脇を抑えることで、だからそれがねちょっと心配ではあるんですけど、まあでも脇汗がなくなったら本当世界変わると思うから様子経過見ていきたいなって思ってます。あとフェイスラインはそのシュリンクってやつやって、シュリンクはレーザーなんですけど首にも全体的にできて、まあでもこれもどのくらいだろう、多分1ヶ月ぐらいかな、徐々にみたいな感じだから様子見ていきたいなって思います。肩のボトックスは結構もうすでになんだろう、ちょっとこう力が入りづらくなってる感じがあって、私前肩のボトックスやったことあるんですけど本当にねなんか力がねあんま入らなくなるんですよね。荷物も多分より重く感じるかも。あの先生も肩はやった方がいいと思うよと言ってくれたから肩もお願いしてって感じで、全部でこの肩のボトックス、そのシュリンクってやつが400ショットだったかなと、脇のやつかで全部で57万ウォンかくらいなので、まあ日本円でその時のレートとかでもあると思うんですけど、今だと多分6万ちょっとぐらいかな。まあでも免税が効くって言ってたので空港でちょっとお払い戻し来ると思うんですけどっていう感じでした。ちょっとあんまこのね話すところが長くなってもあれだと思うので2日目はこんな感じでした。明日帰るんですけど3人で市場行きたいねってなってて、もう昼過ぎぐらいかな、チェックアウトが12時でなんか12時ぐらいに出ようって言ってて、でまあその前ちょっとなんか朝カフェとか行けたらいいなと思ってるんだけど、ここチャムシルっていう駅なんですけど、チャムシル駅にカフェとかがあるのかわかんないんだけど、もしなんかあったらそこ行ってって感じで、結構明日はなんかゆっくりな一日になりそうかなって思ってます。ではおやすみなさーい、グッナイ。おはようございます。3日目です。眩しい、めっちゃ。今日は結構太陽がちら見えって感じ、結構明るいです。今日相変わらず今日もすごいいい景色です。ということで最終日3日目、ラストでございます。今朝の9時半ぐらいなんですけど、これからちょっとモーニングに行こうかなって、近くのベーカリーみたいなところに行ってちょっとだけ軽く、まあ、朝ごはん食べて、その後はまあホテルチェックアウトしてとかで、その後まあ市場行ってお昼ご飯取ってみたいな感じかな。そんなに今日は
いろいろは回れないんですけど、でも最後まで楽しんでいきたいと思います。ということで、もうこちらのホテルともお別れです。とってもいいホテルでした。ということで、じゃあ今からベーカリーに向かいたいと思います。レッツゴー。来ました。すごいお菓子がいっぱい。
美子に買っていきたい。美味しそう、これ。